とことんやりこむどうもナオチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。まず1回特に問題はありません。でここでは必要ないんだけども邪悪な村人特攻を入れておいてください。2回で、強いエンチャントになります。でクリーパーが若干出るんで、まあ、そこはちょっと注意してください。まあまあ食らったところでそう問題はないと思うんですけどもね。 OK 食らってもそんなにダメージはありません。まあ、とにかく急いでいきましょう。一回クリア。次で一回の報酬でブラストだけ持っていってください。でここは、邪悪な村人特攻が生きてきます。ダメージがねやっぱり全然違うんですよね、これが入ってることによって。 OK でブラストだけは、まあ、そんなにダメージ取れないんだけども OK、ボスでね若干使いますので一応持っていくっていう感じです。あっちか。はい、でこれでおしまいですね。で2階でパワーシェイカーを取っていきます。でジャークナムラビト特攻は別に上げなくていいです。地のまんまで OK ですね。まあ、武器も変えますしここまで必要ではないので一のまんまで OK です。 OK で終わり。3回クリア。次ここ報酬でバーストクロスボウを取っていきます。でエンチャントで長弾とボーナスショット11入れてください。でここが若干長いです。ああ当たったと思いっきり食らったわ。よし OK、まあ、食らったとしても OK。 おいここに箱がありますので大丈夫ですね。パン食べれば全然回復します。危ねえ危ねえ。よし OK。敵が若干多いのはね、めんどくさいんだよね。で、あとに、上に、3体でおしまいか。いや、ここにいるな。いたね。はい。4回クリア、次。で、報酬は何もいりません。まあ、釣り竿を持っていって、で、あとあと連打していくと、まあ、なかなか強いとは思います。 OK。 でここはちょっとね雪ゾンビ多いのでめんどくさいのよ。あぶね。ここはね本当にめんどくさいんで極力ならよし。凍結にはなりたくないんだけどなっちゃうのよね。どうしても囲まれると食らってしまう。で、あと1体ぐらい倒しておしまいかな。いや、結構いた。結構いた。よし。はい、おしまいかな。はい、5体終了。ここも何もいりません。で、6回。まあ、ここもまあ問題はありませんね。そんなに強いやつもいないし。よし。OK。ああ。OK。ちょっと HP 高いやつは多いか。ああ。OK。まあでもほぼゾンビなので。問題はないでしょう。
はいはい、6回クリア、次でーす。でここで武器どっちかに変えてください。虚無剣の方が火力はありますけども、俺は斧の方にしていってます。こっちの方が HP 回復するんでね、こっちの方を入れていってます。まあ危なくなったらバーストクロスボウあるんで、あれで全然倒せると思います。バーストの火力はねなかなかあるんで、オッケー。やっぱりね、このボーナスショットがね、結構いい感じ。意外と湧くんだよね。こんなに出なくていいんだけど。意外と敵は湧きます。よし、終わりかな。7回終了。ここも何もいりません。でここは、クリーパー若干出ますので、敵との距離に注意してください。まあ、出る場所が分かってさえいれば、まあ、大丈夫かなとは思います。まあ、危なかったらよし、バーストクロスボウなり打っていけば全然大丈夫ですね。 OK、まあ、ブラストで敵をね、ノックバックさせるっていうのもいいんではないでしょうか。おしまいです。で8回終了。今回ボスがね結構後の方に出てくるんで長いんですよね。でアップドラフト取っていきます。愛のメダルでもいいと思うんですけども、まあボス戦を想定するならばこっちの方が戦いやすいかな。でもね、火力がね結構高いんですよね。アップドラフトすごくいい、この装備は。よし、 OKOKOK、 はい。でもうね防具が初期だと HP が低いので、まあ、ダメージには注意してください。でここで勇者をしていきます。はい。で勇者にトゲを3つ入れておいてください。結構いい感じで反射してくれます。で、ああ落ちちゃった落ちちゃった。まあ落ちないように注意してください。 OK、 まあまあ若干のダメージはね吸血で回復もできますし、 OK。 できればここは敵は落としていきたかったんですけども、まあ、ちょっとそれもめんどくさいのでガシガシ戦っていきます。もう OK 終わり。10回終了。でここで武器変えます。サイスですね。これが一番戦いやすいかなと思ってます。で、鋭利と追い打ち。追い打ちは1でいいです。で、鋭利を、まあ、極力多めに入れていけばいいんではないでしょうか。で、ここ結構敵出ます。注意してください。なんかうまくいかんな。やっぱこう、凍結になるとちょっとね、ダメージが入りにくくてね。オッケー。でももうあと少しでしょう。最初にねうわって出てくるだけで、あとはそんなに敵はいません。うん。で勇者もね持ってるので、そうやられることはないと思います。でハープーン変えていってください。もうバーストじゃちょっと火力がないのでこれがいいです。で貴族性と、ボーナスショット、これで OK です。で武器に鋭利を3入れていきましょう。やっぱ武器のねダメージ 10% 上がると全然強くなるんで、
めちゃくちゃいいですね。おげいいね。はいはいはい。でもってここも意外と敵が多いです。よし、エンチャンターは確かあそこだけだったよな。うん、まあまあいつも通りエンチャンターは先に倒すようにしていきましょう。あいつ残してるとね、何かと面倒なので。はい、12回終了。次ドラを持っていきます。パワーシェイカーですね。パワーシェイカーとドラを変えていってください。あのブラストでもいいんですけども、ブラストは一応ボス戦で若干役に立つので持っていってます。うん、パワーシェイカーはまだ全然使えるには使えるんですけども。 OK、 いいんじゃない。いいね。でここは敵とそんなに多くないです。よし、やっぱね30回は長い長い本当に。はい、できればねせめて25回とかにしてほしいですけどね。はい、でここ何もいりません。で商人ですね、商人で、防具を上げていきます。で防具は、あ、入ってるね。トゲが3入ってるかはちゃんと確認しておいてください。あとで入れるとちょっともったいなくなるので。勇者ですね。何がついた？影凸か。今回影の断片はないんで、残念です。で、プレステ版はこっち側からです。スイッチ版は下からかもしれません。ある程度、敵を奥の方まで連れて行って、で、そこからブラストを入れてあげると、あー、うまいこと行くときもあるんですけども、行かないときもあります。そこは仕方ないね。 OK、 ここそんなに問題はありません。よし、このねトゲが本当ねいい感じにダメージを稼いでくれるんでいいと思いますよ。でボーンクラブ変えていきます。でエンチャント入れていきましょう。重要なのは特にないかな。まあまあ火属性をちょっと多めに入れてあげるとダメージも稼ぎやすい。うん、クリティカルはそんなにね信用できませんので。 OK、 とりあえず全部2ずつ入れてます。よし、いいんじゃないですか。はいはいはい、こういう乱戦とかではねまだパワーは低いですけども、アップドラッグとかがすごく効果を発揮してくれる。んでここ17回別にありません。そのまんます、あ違う、種だ種持っていって、ブラストではちょっと火力が低いので乱戦時以外あまり使えないんですよね。なんで種を持っていってあげると足止めにもなっていいです。 OK、 種これ結構重要だった。こういうところでねいい感じに使えるんですよ。ダメージも結構あるし、あぶね、ダメージもあるし、足止めも出るできるし、すごくいいよね。OK、はい。で次出てきたのを、あ、ミスった。ミスった。まあまあいいでしょう。行きまーす。で17回、ここ何もいりません。スケールメールもまあ強いんですけども、まあ、せっかく勇者を上げてますので、これはこれを使っていくようにしてます。
OK。で、ここのね、盾があるやつ、こいつもすごくね、盾がいいのよ。いい感じになる。はいはいはい。はい。で、エンチャンター早めにですね、倒すようにしてください。おお、まだいたか。では先に進みましょう。はい、あ、変なとこ行ったな。よし、さすがにこの武器が強いね、本当に。です。18回クリア。ここでアップドラフトを強くしてあげましょう。んで、ここね、いっぱい出るんで種を使ってやってあげるとです。よし、ナイス。あー、ちょっと待って、こっち来ないで。はい、このアーティファクトをね、うまく使って戦うと、いい感じですよね。よし。おい、固まるな。よし。上にあと2、3体いるかな？あ、いるね。よし。終わり。で、こっちか。はい、19回終了。報酬はいりません。あ、でエンチャント、多めに入れていってくださいね。ガードストライクは、まあ、2でも構いません。火力を多めに入れていくといいんではないでしょうか。はい、危ない危ない危ない、もう風使い。よし、いい感じ。やっぱ勇者はね、回復いっぱい使えるっていうのがいいよね。これは本当に。よし、終わりかな。20回が終了です。で、ここでキノコ取っていきましょう。種とキノコを交換です。もうキノコでね、ガシガシやっていきます。で、ここでボーンクラブあげます。防具をあげないとちょっとね、耐久力も足りないって思うと思うんですけども、防具はそろそろ交代します。うん、ここは武器をあげてないとちょっときついですね。はい、一気に終わらせます。一緒に雑魚が出る前に倒しましょうね。で、弓を小具に変えてください。で、エンチャントでマルチテンポ虚無111でいいです。で、あとあと虚無をちょっと、あ、虚無じゃない、マルチをちょっと強くしていきますね。おい。で、ここが結構敵が出ます。危ねえ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 。で、しかも凍結が来るからね、すっごい嫌なんですよ、この凍結が。よし、 OK。 まあ先に行きましょう。結構ね、嫌な敵がいっぱい出てくる。このキューブ結構嫌いなんですよね。結構痛いし、倒しにくいし、すごく嫌な敵。
はい、23回終了。で、ここで闇のアーマーしていきます。で、エンチャントで、クールダウンですね。3と、最後の叫び。あ、まだ入れないか。焦げでいいです。で、あとあと、最後の叫びを1入れてください。OK。危ねえよ、ここは。凍結になると本当にね、もう一気に体勢が悪くなりますので、凍結には、注意ね。おーい。危ない危ない危ない。で、今回矢があんま出ないね。矢がそんなに出てきてくれません。おーい、ジオマンサー撃ってほしいな。はい、オッケー。あっちの方にね、いるんだよね。いたいた。はい、終わり。おしまいでしょ。おーだよね。24回おしまいです。何も言いません。両刃王の結構欲しいんですけどね。で、ここよ、25回、ここが長い。とにかく敵が出ます。で、敵が出終わるまでここで戦って OK です。かなり出るんでね、ここで出終わるまで戦って、で、その後バッと、キノコ使って攻めていった方が早いと思います。またこの辺をね、ぐる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 回るのもね、ちょっとめんどくさいんで。よし、 OK。 あと1回だよね。 OK。確かここで打ち止めだった気がする。あ、まだ来たかこれエンチャンターで覚えてたけど、エンチャンター2回出ましたね。 OK。 ではこれで感じにいきましょう。よし、もうあそこ、こっちにもいる。よし、終わり。で、あとはこっち。うん、倒しきらんか。はい、25回、まああそこで最初にバーッと戦ってください。何も言いません。で、エンチャント、最後の叫びですね。で、トゲ多めです。まあ別に問題はないとは思います。よし、まあ、全体的に今回は結構楽勝です。難しくはないと思いますけども、まあ28分とかそれぐらいで攻略できればいいんじゃないでしょうか。よし、長いのがね、長いのがめんどくさい。逃げてないね、下に。大丈夫ね、下に逃げられると結構めんどくさいんで。で、26回おしまいの、もう少しだね、もう少し。何もいりません。で、ここが一番今シーズンで難しいかな。まあ、とにかく落としながら行くと、あ、ミスった、危ない、いいと思います。うわ、危ねえ。とにかくこのレイズがめんどくさいんで、レイズを落としながら行くといい感じだと思います。
毒レイスがね、本当にね、ダメージがでかいのよね。まあまあ、あらかた倒したかな。うん。あぶね。はい、27回終了。まあ、極力、ボーンクラブで落としていってください。で、アップドラフトをパワーアップさせて、で、最後ですね、ボーンクラブを上げていきます。で、29回、30回で終了。最後のね、この29回が難しいかなと思いきや、全然難しくないからね。あ、で、エンチャントで、焦げマックスまで入れてください。はい、あ、ここをそうね、愛のメダル使うとまた面白いかもしれないですけど、いやいや、アップドラフトがいいね今回は。うん、アップドラフトの方が使い勝手はいいはず。はいはいはい、クールダウンもあるし、キノコもあるし、まあ十分強い。はい、29回終了。何もいりません。で、ボスです。もうボスが今回雑魚すぎるからね。もうキノコとドラとアップドラフト、もう全てを使いつつ、どんどん行けよう。あ、固まらないで。はい、おしまーい。27分ぐらいできたね。27分ぐらいでクリアできました。いい感じじゃないですか。クモの巣どうだ。お、わ、お、いいか、いいか。悪くはないね、悪くはないね。うん、トムさんのクモの巣の弓は悪くないと思います。これを取っていきましょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。